緊張する、緊張する、緊張する。一周目だから、一周目。ね。うん。ヒューヒュー。本当に姉貴ごめん。浜崎あゆみ、ボーイズンガールズ。天然水もしくは豊登りの汗を一度蒸発させた蒸留水ということでですね、始まりました。新コーナーヒューヒューアン浜崎あゆみボーイズガールズですけれども、このコーナーはですね、本気で浜崎あゆみを目指す若者2人がですね、自分がどれだけ浜崎あゆみなのかを競うもので、1週勝ち抜きで暫定浜崎あゆみ、そして3週勝ち抜きで、浜崎あゆみ本人になれるという、もうびっくりするような企画ですね。これから出される10問の質問の中で、出場者はただひたすらに浜崎あゆみらしさをアピールしてください。で、結果浜崎あゆみな方が勝ちで、浜崎、あゆみに欠けていた方が浜崎あゆみではありません。しかもですね、今回の大会はですね、男子大会という形になりましたんで、もしかしたらこれ史上初のですね、男の浜崎あゆみが生まれる可能性すら秘めておりますね。出場者には5子で1週勝ち抜きで10子で3週勝ち抜きのグランドチャンピオンには浜崎あゆみ本人になれる上にですね、副賞として幻の100押しりコインをプレゼントしたいと思っております。それでは早速お呼びいたしましょう。東京都渡辺武志ことあゆー。輝き出した僕らを誰が止めることなどできるんだろう。家が臭いの。輝き出した彼らを誰が止める権利が。あゆ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 。もしもし。そっくりです。ありがとうございます。もうクリソッツですよ。びっくり、もうメンバーですよ。びっくりしました。まあ、あなたがコージー富田ですよ。もう僕の大好きなもう笑いはね、モノマネの笑いは大丈夫ですか。男で浜崎あゆみになった人実はね、今までね、18世紀以降いないんですよ。これね、いや、あゆなんで、あゆなんで、はい、どうした、部屋がより臭いの。ね、頑張ってください。はい、よろしく。さあ続いて、17歳高校生、うんこの匂いの匂い玉さんこと、あゆー。世の中は桃とリンゴでできている。ヒューヒュー。やんなるのやめてもらいます。あなた1回目なんで、ね、僕は強制的にあゆにしてるわけじゃないんですよ。なりたい方におはがきいただいてるんで、最後の方やんなってたでしょ、あなた。いや、大丈夫です。頑張ります。大丈夫ですか？頑張れますか？はい。世の中はもう桃とリンゴでできてますから、はい。時間が経つと小映えが、すごいですよ、もう。いっぱい来ちゃって。びっくりですか？頑張ってくださいね。はい。はい。それではまず先行ですね。先、浜崎あゆみです。もしもしあゆ。恋人たちはとても幸せそうに。どうしたの？服が臭いの？あゆあゆ、待って待って、あゆ。もしもし。もうこの後は、クイズだから。3曲目いっていいですか？何？3曲目。3曲目もうやめてください、お願いですから。単なるファンですから、それ。単に。歌えてるだけですから、今。はい、ね。頑張って本人になってください。はい。いきますよ。浜崎あゆみさん、先浜崎あゆみチェック問題ですよ。スタート。第1問。浜崎さんの CM の有名なセリフ。わ、さっきヒント出ちゃったほうがいいね。世の中は、桃と何でできている？フロジャバ。フロジャバ。第2問。浜崎さんは女子中高生の何と呼ばれている？坂本九。さあ、立て直してほしい。第3問。浜崎さんはデビュー前、プロデューサーに何がいいと褒められた？小動物の殴り方。ああ特に小猿をね。第4問、浜崎さんが子供の頃にやっていた習い事は全部で5個。ピアノ、書道、そろばん、華道と、あと1つは何？現実逃避。習い事で人に習いって言ったんだね。近所の UFO に乗れるおじさんだろ。はい、俺も行った行った。女内塾生。おじさんが UFO に乗ったか乗らねえかっていうのは、乗らなかったって言わねえことだってコツを教えてくれたからね。はい、さあ行きましょう。第5問。浜崎さんがほとんどの種類を買っているのは何系の雑誌？ドッキード事件。週刊ピーナッツな。はい、週刊ピーナッツ。南京豆の話が出てるかと思ったら、ロッキードのナッツなんだね。第6問。浜崎さんの好きな食べ物を一つあげてください。落ちてるガム。ガム、だって普通にガム、最初のガム食べればいいの。
開けて、あの硬さがいいんですよ。落ちて、あのあれお好み焼き見てるの取んなきゃダメなんだよ、あれ。あの普通に剥がせないぐらいのお好み焼きがガッ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 ってもう取れない、もう絶対取れないんじゃないかと思ったら次の一発でガッって前つんのめるようなやついいんだな。はい。第7問、浜崎さんがよく身につけているアクセサリーは何？とんがりコーン。指にね、ブレアウィッチーズって感じのね。第8問、先日浜崎さんはホノルル空港で税関に止められていましたが、なぜ止められた？造業担いでた。それは止められるわ。ワシントンだもん、それ。はい。造業担いじゃったんだ。止められるまで分かんなかったの、止められると思わなかったの。全然分かんなかったんですよ。それは止められる。第9問。浜崎さんが、芸能界で嫌いな人はどんな人？刺繍を放つ人。気分よく話せないもんね。どんなに作り笑顔でもね。気持ち悪いですね。まあ、館みたいに用意してんじゃんっていう、そういう。館よくわかんないから、もうごめんなさい。今の嘘です。第10問、浜崎さんの好きな言葉何？記憶にございません。もうロッキード攻めだ。刺繍、俺だから館かよって自分は何だろうと思っちゃって、自分で勢いで。さあ、かなり頑張りましたよ。あの、最初は、まあ、何がいいかよくわかんないんですけど、最初ちょっと調子悪かったんですけども、僕好きだったのは一応、習い事、現実逃避ね。習ったな、はい、透明人間のアメリカ人の友達がいるなんて話よくしたもんな。いやハンバーグが好きなんだなんてな、ボート小屋に持ってっちゃったもんだ。いもしねえのにな、はい、それから浜崎さんの好きな食べ物は落ちてるガム。いきなりおろしたてのガムじゃないね。ホノルル空港で税関に止められた理由、象牙を担いでいった。税関の人も最初びっくりしたろうね。あれっていう。ストレートすぎだもんね、それね。ジャイアントのモノマネをしてください、アッポーっていうぐらいのストレートだもんね、それね。いや、点高いですよ、これ。え、本当ですか。今出てますわ、これ、はい、43兆ですわ。やったー、満点ですね。満点ですよ、いわゆる43兆点満点ですからね、これね。初めての満点出ました。どうもありがとう。はい、じゃあそのまま待っててください。はい。さあ続いて、あと浜崎あゆみ、これね、満点出ちゃうとなかなか勝ちづらいですよね。さあ、あと浜崎あゆみ、あゆー、恋人たちはとても、ごめん、俺はさ、鼻声なくせにおじさんだから、今の恋人にだと思っちゃった。振られたのだと思っちゃった。とにかく一人目が、はい、あの43頂点で満点出てますんで、はい、頑張ってくださいね。はい、ミス許されませんので、はい、いきます。あと浜崎チェック問題、よーいスタート。第1問、浜崎さんは自分のことを何と呼んでいる？瀬戸カトリーヌ。違う人の名前で呼んじゃ大丈夫、大丈夫なの？あ、大丈夫です。大丈夫。第2問、浜崎さんが去年の大晦日に初出場を果たした高視聴率番組といえば何？たけし無限。こうか。第3問、浜崎さん作詞をする時の秘訣は何？パクる。しかも言葉遣い変えちゃうんだよね。道のく一人旅なんかだけど、ここで一緒に死ねたらいいと、この場所で一緒にできたらとかすると、これもう全く違う曲に聞こえるからね。正解。第4問、浜崎さんのインターネットファンクラブに入会するともらえるものは何？パイロン。パイロンなの？はい。でっかいやつ。そうです。折り返し地点のやつ、はい、正解です。さあ第5問、浜崎さんが好きな作家は2人います。1人は相田光雄ですが、もう1人は誰？小池和夫。好きなんだ。お揃い、一緒。小池和夫だよ。スパイダーマンとか書いてたよね、昔ね。さあ、あと、あんたの運はなんでかな。さあ、第6問、仲良しの鈴木亜美さんにどっか遊びに行こうと言われました。さて、浜崎さんならどこに連れて行く？デパートでサダゲーム。おもちゃ売り場のやつ。はい、おもちゃ売り場で、はい、スイッチ切られちゃったりするからね、はい、最近はドリキャスがアクリルのケースに入って鍵かかったりするから、好きなのできなかったりするんだよね。はい。こんなに勢いよく、そうだよね、ねって言われたら、はいって言うしかねえやな。さあ、第7問、浜崎さんがミュージックステーションに初出演した時、司会のタモリさんを見て最初に言った言葉は何？コージ富田じゃねえのかよ。これお気に入りだから、こっちサービスしとく。これからね、コージ富田の時代ね。第8問、浜崎さんは野球観戦が趣味ですが、どれぐらい野球に詳しい？グローブはクリームパンじゃないことを知っている。そうですな、それな。第9問、浜崎さんが尊敬する人、どんな人？白龍。
白どんなじゃないじゃんそれ、はい、白龍じゃんそれ。そうです。はい、その男凶暴に好きじゃんそれ。大注文。浜崎さんが初めて買った CD は何？ボクサーズロード。ゲームじゃん。しかも結構通好みじゃん。いや一応 CD ロムなんです。あ、 CD ロムなんだ。ヒントがやらせられるんだよね。気あんまりやらせるときついんだよね。すぐ疲労度溜まっちゃうからね。食事のメニューポリゴンで出るんだよね。ぐるぐる回って大好き。これはいい勝負だわ。いや俺はね、浜崎さん作詞をするときの秘訣はパクる。お手本、どんな曲今までお手本にしてきたんですか。パクって削って、ええ、小林さん、亜生さんの曲とか。小林亜生さん地味なとこパクってんで、どこまでもとかああいうのをパクってんだ。そうですね。あの丸葉のちくわとかね。パクりようがねえじゃねえか。商品名しか出てこねえじゃん、お前、ね、これ俺受けちゃったら。浜崎さんが初めて買った CD はボクサーズロード。ボクサーズロードだよね。あのゲーム面白かったと思うもん。さあ点です。見てみましょう。43.8点。ということは勝ったのは後浜崎の勝ちです。今日はちょっといい勝負でしたよこれ。まだ負けてしまった先浜崎、満点を出しながらの負けは初ですよこれ。あの先浜崎さん、もしもし。浜崎さんじゃねえや。もしもし。いやもうやめて、もうほんとごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい。いや、もうさりげなく今、鼻声つながりでユーミンに出してるでしょ、今。今、そのつながりってのは流行ってんだけどね。いいともとかでね。ダメっすよ、そういうの。無理やりやっちゃ。ね。あゆにはなれません。いや、43兆点出したのはすごかった。はい。でも、あゆにはなれなかった。鼻声なんですけどね。あ、もともと風邪、はい、もしかして、蓄膿ねえ。いや、でも頑張ったんで、はい、またぜひ出てもらいたいんですよ。はい。次は何としてチャレンジ？じゃあ紅白つながりでサブちゃんに。つながり流行ってるからね、絶対使ってね、いつでもね。サブちゃんの時必ず出てください。はい、その日までですね、鼻の穴に軟球を入れて、待っててください。ありがとうございました。が、そして勝った、後浜崎ことうんこの匂いの匂い玉さん、もしもし。ヒュー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 。もうちょっとだけやる気出してごめん。もう終わるから、もう終わるから、やる気持続してくれる。ヒューヒュー。そうそう、来週もじゃあ頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ということでですね、1週目今日すごいハイアベレージだったんで、この、今日勝った浜崎あゆみに勝てるような浜崎あゆみさん、出場希望の浜崎あゆみさんは、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と、どれだけ自分が浜崎あゆみなのかを書いて、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ伊集院光のマップス深夜のバカ力、ヒューヒュー、浜崎あゆみ、ボーイングルーの係まで待っております。ヒューヒュー。浜崎あゆみ、ボーイズ&ガールズ。ね、このコーナーまでテンション上げとかなきゃと思ったのにね、足の巻き爪が痛くてそれを考えてたの。俺なんか巻き爪って足の親指の横とか痛くて、足の指ってやな、俺ちょっと一回病院行かねえなとかっていう普通のことだよ。普段のこう冷めるその素になるようなことを考えてる間にこのコーナー来ちゃったもんで、トーンが全然上がらない。ごめんなさい。もうさあ、そんな中このコーナーはですね、本気で浜崎あゆみを目指す若者2人が、自分がどれだけ浜崎あゆみなのかを競うもので、1週勝ち抜くと暫定浜崎あゆみ、3週勝ち抜くとなんと浜崎あゆみ本人になれるというコーナーです。もう本人ですから、例えばベスト10番組とか、それから歌の番組とか出ていいですから、自分の責任において、もう全然浜崎あゆみなんでっていう理由で、浜崎あゆみって書いてある楽屋も入っていいようになりますんで、頑張ってください。今のところ1週勝ち抜きがいるのかな、1週勝ち抜きがいるということになりますんでね、改めて言っておきますけど、ここで言うですね、浜崎あゆみを目指す若者の定義なんですが、これはですね、なんていうのかな、浜崎あゆみさんみたいな歌手になりたいとか、浜崎あゆみさんみたいに昔に出てた泉谷しげると一緒にやったラジオのことはバックレたいみたいなことではなくてですね、こう俺浜崎あゆみだ、日々生きてて、あれテレビとか見てて、今テレビに出てる浜崎あゆみなんかより
全然俺の浜崎あゆみじゃんって思ってさえいれば、性別は問いません。そういう方にラジオで出ていただいてですね、ラジオに電話で出ていただいてですね、10問の浜崎あゆみさんにしか答えられない質問をぶつけます。で、それの正解の数によってですね、勝ち負けが決まるということで、電話をもしもしと繋いだ時には極力浜崎あゆみで出てもらうということさえクリアしていただければ、あとはもうドガチャガです。出場者には5押しで1週勝ち抜きで10押しで、3週勝ち抜きのグランドチャンピオンには、なんと浜崎あゆみ本人になれる上にですね、副賞として今後の活動資金ということでですね、100押しでコインをぶつけます。ね。それじゃあ、まあ、チャレンジャーですね。この人、野田智則こと、また男かよ。野田智則こと、電話つなぎましょう。あゆー恋人たちは、諦めないでください、諦めないでください、まだ大丈夫ですよ、まだ大丈夫ですよ。泣かないでください。はい。あゆはい、あゆです。泣かないでください。元気出してください。2時過ぎなんですから、もう、このコーナーは元気で乗り切るコーナーですから。はい。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。浜崎あゆみですよね？はい。ね？はい。頑張れますか？恋人たち。あ、いいですよ、いいですよ。諦めないでください。もうちょっと続けてください。頑張ってください。はい。ね、じゃあ、後ほどクイズ出しますんで。はい。よろしくお願いします。さあ、すでに一周勝ち抜いている暫定浜崎あゆみですけれども、先週よりパワーアップしてるんでしょうか、うんこの匂いの匂い玉こと、暫定チャンピオン、浜崎あゆみ。あなたが、もし旅立つ、その日が、いつかしたな。右足の差親指すげえ痛いんだよ、俺今マジで。巻き爪これ、マジで。もうほっといて、ごめん、諦めないでください。ごめんなさい、僕が足の親指の話してる間もあゆでいてください。頑張ってください。一周勝ち抜いてるんで、はい、頑張ります。今週も頑張ってください。さあ、それではですね、先行チャレンジャーが先行ですからね、いつもね、先の浜崎あゆみさん、もう一回電話つなぎます。もしもし、あゆ輝きなさ、ほら元気だよ、ほら元気だ、俺の知ってる人たち、もう諦めないでください。そんなすぐにやめないでください。、はい、クイズの方頑張ってくださいね。いきますよ、はい、先浜崎チェック問題、用意スタート。第1問、浜崎さんの好きな服はどんな服？おっぱい T シャツ。佐野の着てたやつね、前ね。はい、第2問、ライブの前、浜崎さんが体を鍛えるためにやっていることは何？ニシンの密漁。残念。第3問、遊園地のアトラクションで浜崎さんが一番好きなのは何？観覧車のサラリーマン。いや、あれアトラクションじゃないですから。あれは会社に行くって嘘ついてずっと回ってるだけで。はい、アトラクションじゃないですけど、あんま楽しんで見るのは ダメですけど、正解。楽しいです。第4問、浜崎さんが月に6万円も払ってるものは何の代金？コンタック。ひねったね、ひねったね。第5問、浜崎さんの CM のセリフ、ヒュー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 、ゆっくり再生するとなんて言っている？嘘嘘。あ、桃の天然水、嘘嘘なんだ。世の中は桃と、なんだっけ、桃となんとかで、リンゴでできている、嘘嘘。第6問、実家に帰ると知らない親戚のおじさんにサインを頼まれました。しかも一言添えてほしいと言っています。さて、浜崎さんなら何と書く？ネジ工場潰しちゃえよ。おじさんのアドバイスだ。第7問、一人でドライブに出かけることの多い浜崎さん、よく行く場所はどこ？裁判所。あ、どんどこが。第8問、浜崎さんは小学校の頃、母親によく変な子だと言われましたが、それはなぜ？梶龍介の義を愛読。梶龍介の義を、小学校の頃から。はい。まあね。ました。あれ、なんだっけ、あの、書いてる人の名前忘れた。広金剣士の。ですかね。こんだけ引っ張ってくるなんて。第9問、浜崎さん、今年の目標は何？グリコ森川事件の時効まで無事に過ごす。第10問、もし芸能界に入っていなければ浜崎さんはどんな職業に就いたと思っている？乳酸菌。職業じゃないんで。巻き爪のせいですかね。今一歩あれでしたがね、答えのちょっとおさらいきますが、いや、僕出だし好きでしたよ。浜崎さんの好きな服、おっぱい T シャツですからね。よくお土産屋さんとか王様のアイデアで売ってるやつですよね。それと、遊園地のアトラクションで浜崎さんが一番好きなものは何？観覧車のサラリーマンが。楽しくて。楽しい。楽しんじゃダメだよ、あれ。チケットのフリーパスのうちに入ってないから。
梶龍介の儀がどれぐらいみんなにミスターマガジンですからね、どれぐらいみんなに納得いってるかっていうのはちょっと難しいですけどね、はい、ちょっと低空飛行だったら点出ました、はい、43点ですね。やったやったらやりました。43点ですよ、はい、敵が42点以下だったらば勝ちですから。勝ちます。はい、じゃあそのままお家で待ってください。はい、さあ、続いて、暫定チャンピオン、もしもし、世の中桃とリンゴでできているできてるよね。はい、できてます。間違いなくできてます。はい、あと炭素と炭素とね、酸素とできてますんで頑張って。一人目43ですから、43点ですから、はい、超えられない点じゃないんで、いきますよ、はい、あと浜崎あゆみチェック問題、用意スタート。第1問、浜崎さんの得意な料理は何？具なしチャーハン。説明も好きですね。具なしの。具入ってないです。具なしね。それは単にご飯に調味料をかけて炙ったもんですよね。はい。第2問、浜崎さんが洋服を買い物しているとき、ついついやってしまうことは何？試着室を燃やす。中でちょっと火つけちゃうんでね。人が入ってんです、まだ。第3問、浜崎さんの家には居候が一人いますが、それはどんな人？劇団四季。一人？みんなです、みんな。みんな一人じゃないの？はい。劇団四季一組なの？はい、秋です。おお、劇団四季で春とか夏とか秋とかの秋なの？秋が全員います。第4問、iMac を愛用している浜崎さん、インターネットでよく行くホームページはどんなページ？かっこいい虫のページ。半妙とか、はい、うわ、かっこいい、なんかこれ、半妙って。うわ、すっげえ、ブラジルの兜って、兜とクワガタ 2個楽しめそう、みたいな、はい。そういうページに。第5問、浜崎さんがお風呂上がりにいつも飲んでいるものといえば何？おじや。熱いじゃんか。今、言い方でかなり OK、おじやっていう言い方です。第6問、浜崎さんがもしタレントショップを開くとしたらどんな商品を扱いたい？野球盤です。浜崎あゆみの野球盤ね。はい、ビッグエッグです。で、あ、上囲ってあるやつ、はい、浜崎あゆみのビッグエッグ野球盤 DX を。第7問、浜崎さん、芸能人ランクで言うと誰と誰の間？足立由美と足立由美の兄の間。攻め。第8問、浜崎さんが小学校の夏休みに作った工作で一番思い出に残っているものといえば何？ ATM。 ATM、 衝突防止装置。違います。 ATM は ATM って自動支払い機。そうです。すいません、衝突防止装置はなんだっけ。 ATS だ。第9問、浜崎さんが最近借りたビデオのタイトルは何？代打教師秋葉真剣です。基準は分かんないけどちょっと面白かった。英作だからね。英作です。燃えながらだからね。第10問、浜崎さんは以前仕事に悩んだ時に無理を言って1週間休みを取りましたが、その1週間浜崎さん何をして過ごしていた？でっかい鼻くそ作り。小学生みたいな答えだな。かなり検討しましたね。そうですね、浜崎さんの得意な料理、具なしチャーハン。私ね、いつも少し面白い、自分の中で、聞いてるみんなよりちょっと面白いことがあるのがね、はい、浜崎さん自身よりも僕はちょっと面白いなと思ってることはね、はい、こんなクイズなのに、ちゃんと答えも書いてあるんですよ、こっちの資料の方には。本当は卵焼きらしいんですけど、具なしチャーハンなんですね。それからあと、iMac を愛用している浜崎さん、インターネットでよく行くホームページは、自分に関するホームページ。かっこいい虫のページの、これ本当なんですか？あ、本当です。我々調べたやつ、資料には、自分に関するホームページに浜崎さんよく行くって書いてあるんですけど、それは嘘なんですか？あ、嘘です。かっこいい虫の方に頻繁に。はい、ヘラクレスオオカブトとか。あ、カブトなのに、縦のクワガタみたいだし、でかいしっていうの、はい、うっとり見てんな。ねえ、そして、浜崎さんが最近借りたビデオのタイトルは代打教師秋葉真剣です。つまんなそう、なんか見てないけど面白いのかもしれないけどねえ、ということ点数出ました。はい、43億点勝ったのは後浜崎、2週勝ち抜き。ごめんね、点の付け方がいい加減でね。まあそうかなと思ったんで、これ勝って来週勝てば3週勝ち抜きですよ。そう、だから勝ち抜いても完全に浜崎あゆみになれますから。まあ、あゆですから。な、もうあゆですから、四万十川でもどこでもぐい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 泳いでくださいよ。頑張って、はい、ね、ちっちゃいこう岩についた苔を食べれば食べるほど身が甘くなりますんで、頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい。
そして片や負けてしまったのは、こちらですね、野田くん、もしもし。世の中は。あ、ごめんなさい。はい。負けちゃった人はもうモノマネできないんで、このコーナーやりたくても。はい。勝った人しかやっちゃいけないんで。すいません。もう鼻もすっきり通していただいて。はい。ナザールで。はい。ナザールをシュッシュッと鼻に入れて、通してほしいんですけど。はい。残念でしたね。そうですね。今日僕が巻き爪でテンションさえ下がってなければ、はい、もうちょっといけたんですよ。ですか。それをね、僕、節々に足てって今思っちゃってたんで、それが敗因かもしれないですね。さあ、まあ、浜崎あゆみにはなれなかったもん、しょうがないですよ。はい。人間ね、子供の頃からの夢の職業につけるわけじゃないんですよ、誰もが。はい。ね。でも、第二希望、第三希望でみんな妥協して生きていくわけですよ。はい。浜崎になれなかった以上、次はじゃあ、誰になら、俺はなれそうだと今思ってますか？山瀬まみ。てか、そんな、もう今更いいよ。今更ならなくてっていうとこですけども。はい。まあ、鼻にかかった声っていう意味ではね、はい、同じです。同じですからね。じゃあ山瀬まみの時にはまた出てください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもでした。はい、まあ、今日気づいたよ、このコーナーはテンションで押さなきゃダメ。ちょっとでもゴミの日のこととか明日の仕事のこととか、うわ俺今週木曜日クラナキですこと対談だとか、そういうこととかをちょっとでも考えるともうダメだ。このコーナーは大変今回迷惑かけた。このコーナーですね、我こそは浜崎あゆみというあなたの出番をお待ちしております。来週は浜崎あゆみ本人が決まるグランドチャンピオン大会です。出場希望の浜崎さんは住所に、はがきに住所、氏名、年齢、電話番号とどれだけ自分が浜崎あゆみなのかを書いて、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院からのアップする深夜のバカ力からヒューヒュー浜崎あゆみ、浜崎あゆみボーイズン&ガールズの係まで待ってます。ヒューヒュー浜崎あゆみボーイズンガールズ、誰だよ。ね、あのね、人間さ、絶対今笑っちゃいけませんって言われた時に、一つのことに何かこう心を奪われて面白くなっちゃって、例えばお葬式の時に木魚の音がものすごいツボに入っちゃって、もう面白くて面白くてしょうがないとかってことってあるじゃないですか。古くは俺は小学校の時に、なんかオーケストラみたいなのが、学校にこう来た時に、その指揮者の人の手広が短くて、それがすごい面白くて、こう指揮をしようとするためにもう笑いが止まらなくて、で、途中でオーケストラの演奏止まって、つまみ出されたけれども廊下でも笑いが止まらないみたいなのあったんですけど、ついこの間の金曜日、もう時間遅くなりましたんで、私、なんかもう本能的に2時台後にそういう話を出すようになってきましたけど、金曜日に自分がこう NHK の教育でやっている小学校5年生向きの社会科の番組にゲストで黒柳徹子さんが来てくれて、なんかね、黒柳徹子がすごく面白くなっちゃったので、そのもう徹子も寝てるでしょうからもうこうどれぐらい面白かった、細かく言いますとね、黒柳徹子さんがこうパッと座って退治した時に、すごいやっぱ年取ってるじゃないですか、それなんでシワが思ったより多くて、だけど髪の毛の玉ねぎはすごいツヤツヤだったんですよ。でそこで俺が急に妄想で、普通の女の人に生物が乗って吸ってる感じっていうのをがなんか連想されちゃったんですよ。だから黒柳さんがちょっと頭をこう振るたびにこうマネキンの上を噛んで回してる、その丸いこうなり大きな貝がもう噛んで吸いながら、だから黒柳さんが何を喋ってもそいつが喋らってるっていう、だから上手に麻酔とかをその何貝の方に打って、右ならぬ頭にね、寄生獣に打ってそーっと剥がすと、実は上からすれば脳が丸見えになってて、その黒いその貝みたいな、いわゆる玉ねぎ状のところの下から触手があらゆる脳のこう溝に入ってて、これ無理にとったら黒柳さん死ぬわっていう状況になってて、そのうまいこれ微妙なこう調節の仕方でね、今週の第9位なんですけどもっていうのをもうずっとやってたんだけれども、もうスイーニーさんは似てはいないですけどもっていうのが頭の中、もう世界観みたいのが全部バーって広がっちゃって、
ほんでね、その黒柳さんじゃまだ呼んだのが、呼んだ時にさ、別に面白いこととか全然なくて、小学校の子供たちに世界には、その苦しんでる子供たちもいっぱいいるんですよ、みたいな、その、ユニセフ親善大使みたいなのの経験談みたいな話してもらうから、ものすごいこう、悲しい、真面目な話をしてるのに、俺の中でもう動いてる映像は、そんな悲しいこと言ったところで、上のやつが決めてんだろ、それはっていうのがもう頭の中にもうすっごい入っちゃって、すごいね、悪いことしたなっていうか、もちろん吹き出したりはしてないですけど、自分の中で、うわ、考えちゃダメと思うと考えるっていうのあるじゃないですか。絶対考えちゃダメそれと思うと考えるでね、ちょっと大変だったんですけど、それなんで思い出したかっていうと、中途半端な浜崎あゆみのモノマネで鼻声出してたら、あ、なんか黒柳さんのこと思い出したんですけど、さあ、今週はグランドチャンピオン大会です。だから今週勝った人が、なんと、今日までは出場者は普通のリスナーでした。普通の一少年少女だったんですが、今日勝つとなんと浜崎あゆみの本物になれますからね。浜崎あゆみのファンとかじゃないですよ。よく俺は君より浜崎あゆみのファンだとか、いや俺は、浜崎あゆみが、セントギガで、泉谷しげると一緒にラジオをやっていた頃から知ってるとか、そんなことを言ってる人よりも、もう何ランクもいると本物ですからね。本人になれるわけですよ。二人の候補者にですね、それぞれ代わり番号に電話に出てもらってですね、浜崎あゆみに関する10の質問をぶつけます。で、もうご本人になりたい方たちは、ただひたすら自分で素直に答えを言っていけばいいだけです。質問の答えを言っていくと、より浜崎あゆみらしい方が勝ちという、そういうシステムになってます。なんと優勝しますと、100お尻コインもプレゼントされるので頑張ってください。じゃあ、一人目。チャレンジャーですね。ペンネームウール 50%、19歳こと、浜崎あゆみさーん、どこまでも強く微笑んで、中くらいの力でやらないでください。全力でやってください。わかるんですよ、こっちでは。はい、適当にもやったでしょ。はい、ね、はい、いくら2時15分でも、はい、グランドチャンピオンなんですから、はい、全力でお願いします。やったるでそれ川谷拓三さんじゃねえかよ。やったるで口癖はさ、ね、後で呼んだ時はもう全力でちゃんと出てくださいよ。あ、もちろんです。お願いしますね、はい、勝てばもういきなりトンビが危なげさらうようにあゆですから、はい、よろしくどうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、そして、今のところ2週勝ち抜いてるんですね。2週勝ち抜いてる暫定浜崎あゆみこと、うんこの匂いの匂い玉、浜崎あゆみちゃん、輝き出したかからだね、あっためることなどできるんだろう。まだですよ。先生やめて言ってませんよ。輝き出したかからだね、あっためることなどできるんだ。不思議だよね、だんだん恥ずかしくなるよね。ね、やってることは同じだ。だんだん恥ずかしくなるよね。はい、頑張ってね。はい、本物の俳優なんでしょ。あ、本物です。空港で止められたりしてるでしょ、ちゃんと。はい、止められちゃいました。普通の答えやめてくださいと。はい、止められちゃいました。早くクイズ行ってほしいみたいなトーンで。そんなことでもうやめ、クイズ行きませんよ、全然。あ、大丈夫です。やってあります。なんで今日二人とも適当なの、なんか。眠いの、もう。ね、じゃあ、後ほど頑張ってください。はい。さあ、クイズでどれぐらい弾けてくれるんでしょうか。それでは、先攻め先行のあゆおお、元気出てる、元気出てる、大丈夫大丈夫。はい、いや、はいじゃなくて続けていいんですよ。はい、なんでちょっとでやめちゃうんですか。不愉快だ、君たち。あ、すいません。あ、お前ら浜崎あゆみになる気あんのか、ちゃんと。あります、バカ者。はい、浜崎棒でたたき直すぞ、お前の。お前の浜崎を、浜崎ボーイ棒と浜崎貝殻で、貝殻はどういう風に使うか教えられないし。はい、浜崎汁、お前あれだぞ、襟元から入れんぞ、この野郎。勘弁してください。頑張れよ。はい。おし。おし。さっきあゆがチャレンジする。浜崎あゆチェック問題、用意スタート。第1問、浜崎さんの曲、ボーイズ&ガールズ。このボーイズとは誰のこと。森マン。こんな正解。第2問、浜崎さんが得意なテレビゲームは何。ファミリーベーシック。ゲーム、それ お父さんが間違えて買っちゃうんねえよ、ファミコン買って。でも正解。第3問、浜崎さんが喉を大切にするためにいつもやっていることは何。パロパロ鼻うがい。久々だな、パロパロ鼻うがいな。第4問、浜崎さんは7歳の時からすでに芸能界で仕事をしていますが、最初の頃はどんな仕事を中心にやっていた。脳に電極を刺す仕事。NHK ドキュメントでな。二度見た。
腹立つわよ、あの時の歩みまだ下積みだったからな、博士が電気をあのダイヤル回すために右手がぴょん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 上がってな、腹立った第5問、浜崎さんが好きな外国映画は全部で3つあります。1つはベティブルー、もう1つはリーウィングラスベガスですが、もう残りのもう1つは何でしょう。偽ランボえ、ランボじゃないの、偽です。あ、なんかパッケージの絵が荒くて、ランボぽい人が戦場っぽいところに行く、第6問、4月から始まる浜崎あゆみライブツアーは2部制で行われます。1部はラスベガスのエンターテインメントを意識した華やかなステージを行いますが、第2部はどんなステージ。実演販売イントロが流れてきて、うん、声が出ない出ないけど、クロレラさえあれば、こんなところにクロレラがどういう第7問、浜崎さんが今使っている携帯電話の着メロは何。夢は夜開くバー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 、ごめんなさい電話なんで第8問、浜崎さんは一度骨折をしていますが、その原因は何だった。猫を蹴ってた硬いの蹴っちゃったねニャンニャンニャンボキッて言う最後ね、硬い角をね、角当たっちゃったからね第9問、浜崎さん東京に来て最初に泣いたことは何。アベベの優勝頑張ったよアベベ、鉱山トレーニングが正解だったね第10問、浜崎さんは桃とリンゴの天然水の CM でヒューヒューと言っていますが、実際には放送されなかったお蔵入りのバージョンではヒューヒューの代わりに何と言っていた。私は貝になりたい暗かったんだそれは女子高生たちに受けないから正解。いやー、そらそうだよ、世の中は桃とリンゴでできている、私は貝になりたいそれだって美味しそうじゃないもの、大事なことかもしれないけど、周りの人たちがもうなんか、あ、なんか水でいいっていう感じになるでしょ、はい、桃味いらないみたいになっちゃうから、はい、ピンクなキャラにも合わないしね、すいません、うん、それはお蔵入りになるよ。それからあとですね、4月から始まる浜崎あゆみライブツアー、もちろん僕も行きますけれども、第1部はラスベガスのエンターテインメントを意識した華やかなステージ、第2部は実演販売ねそうなんだよ、最近はビデオはデジタル時代だけれども、うちはハイエイトのテープがいっぱい余っておゲストに三浦理恵子が来てね一緒にやれますけど羨ましいですね。いや、あの全体的にレベル高かったですよ、はい、あの後からじっくり聞いてきた感じで、モリマンっていう言葉ももうすごく今思えばモリマンは良かったです、相当ハイレベルでした、はい、さあ、点数の方が出ました、22,235 点です。そんなに。デジタル時計を読んだことは内緒です今横にあったデジタル時計は読んで一切いませんので、はい、じゃあそのまま待ってくださいね。待ちます。はい、さあ、そして、ここまで2週勝ち抜いてるわけですからね、そのポッと出てきたその先あゆに持ってかれたくないわけですよ、頑張ってもらいたい暫定チャンピオンの浜崎あゆみさん。恋人たちはとても幸せ。なんだ、なんでいつでも50の力なんですかそんな今盛り上げてきてグラちゃんなろうって時に50の力ですか。あ、すいません、まあ、勝てばね、はい、勝てばいいことですからね。そうです。いや、元気出して元気出して、はい、勝てるって、勝てます、勝てるって、はい、頑張ってよ、はい、いくよ、はい、あとあゆチェック問題用意スタート。第1問、浜崎さんの曲ボーイズ&ガールズ、このガールズとは誰たちのこと。いくよくいるよ森マンのが面白かった。日本2000年の浜崎あゆみカレンダーにはどんな写真が写っていることで話題になっている。三河島事件あの事件が写っちゃってんだ、偶然だからね、はい、第3問、浜崎さんが最近部屋に飾っているコレクションといえば何。いろんな頭蓋骨頭骨を頭骨、はい、弟子とか。第4問、最初がクで始まる浜崎さんの特技は何。口答えそれちょっとトンチが効いてて、ちょっとそれいいや。第5問、浜崎さんが一昨年の年末オールナイトニッポンに出演した時のキャッチコピー、浜崎あゆみは何じゃない。歌手。歌手じゃない、それ否定してたの裏だったから。第6問、4月28日から東京ベイ NK ホールを皮切りに行われる浜崎あゆみライブツアー、最終日の6月3日はどこで行われる。戦場ヶ原2
行の、はい、さあ第7問挽回してほしいファッションにこだわりを持つ浜崎さん、特にどこにこだわっている？ヘルメット。メットね、メットね、さあ第8問、浜崎さんの元へオークションのために何か一つ愛用品を出してほしいという依頼が来ました。さて何を出す？エロ本スクラップファイル。好きなとこだけこう切ったやつな。さあ行きましょう第9問、浜崎さんはプライベートの時周りから浜崎あゆみだと気づかれないためにどんな変装をしている？角刈り。トーンが下がってしまったのか。第10問最後、浜崎さんが今年狙っているタイトルは何？ディズニーランド15番目の入場者。ディズニーランドの10億番目の入場者。はい。さあ、まあ、今一歩盛り上がらなかった、テンション上がらなかったんですがね、ちょっと最初の雰囲気に押されてしまいましたかね、はい、浜崎さんの元へオークションのために何か一つ愛用品が欲しいと依頼が来ました。何を出す？エロ本スクラップ、自家製のね、はい、好きなとこだけを集めたやつね、はい、切り抜いてから他は焚き火にくべたね。あれをね、さて点が出ました、2点。残念でした。勝ったのは滝浜坂海が逆転優勝。さあまずは勝って晴れて本物のアユになりました。アユちゃん、世の中は桃とリンゴできているよね。元気出ましたね、相当元気、ヨネって元気出ましたからね、はい、ヨネのバージョンとスケのバージョンがあるんですけどもね、ヨネ丸のバージョンはね、ヨネ丸をみんなは知らないんでなくなっちゃったんですけども、これから浜崎あゆみなんで、はい、街でももう桃とリンゴの天然水をガブガブ飲みながら、はい、で、シリアナから液状グソを桃の香りとともにドロッドロ出しながら、はい、練り歩いてください。歩きます。あゆらしく、はい、ありがとう。ありがとうございます。そして残念ながら負けてしまった。まあ、ちょっとね、テンションの上がり方がうまくバイオリズム合わなかった。残念でした。うんこの匂いの匂い玉。もしもし、世の中はママと。いやもう言わないでください、もう勘弁してください。あなたアユじゃないか。すいませんね。それ先週まではあなたアユっぽかったんで随分チヤホヤしてきました。はい。でも今週こうやって結局ね、蓋を開けてみたらアユじゃないんですよ。はい。ね、あと鼻に負担かけすぎて今鼻水出てるじゃないですか。はい。ね。だけどもうそれ出し損ですよ、完全な。はい。あなたしょうがないですよ。浜崎あゆみ諦めてください。はい。これからなりたいなりたいって言ってもそれはね、できませんから。はい。もしじゃあこれから許されるならば何にチャレンジしてみたいですか。カハラともみ。お休み中だからね。カハラともみはもしかして応募したら本人かけてくる可能性あるけどね。オフですからずっとね。でその時には頑張って。頑張ります。戦ってください。どうもありがとうございました。いやでもねちょっと反省した。それはテンションも落ちますよ。だってね二人とも男ですから浜崎あゆみのはずがないんですよ。それをねみんなでねあゆだあゆだってね。みんな反省しようよ。こういうコーナー予想ってでっち上げだけで塗り固めたみたいな。本人に失礼でしょ。本人浜崎あゆみがもし聞いたらどうするの。全然自分と関係ない人が自分たちあゆだあゆだね、3週間にわたってやりました。3回で全員男ですよ、出場した人。それじゃあね、こういうこうなんていうの、事実無根ね、無から有を無理やり作り出すみたいなコーナーダメなんですよ。来週からこの時間は僕にもう僕一人でちょっと僕主導で新しいコーナー考えましたんで、みんな反対するかもしれませんけど、新コーナーガラッと変えてやらせてもらいたいと思います。じゃあまずですね、皆さんですね、左手を上げてください。普通に先生に質問があるみたいに。で上げた左手のこう肘曲げて手のひらで後頭部を掴んでくださいね、上げたままですよ。いきます。来週からの新コーナーはエコー希望との方の皆様、私が黒木薫でございます。2000。ということでですね、画期的な新コーナーなんですけれども、このコーナーはですね、まずね今までねなかったタイプのコーナーですよ。ラジオを聞いているあなた、ね、ラジオを聞いている方の中で私は黒木薫になりたいっていう人がいたらですね、まずおはがきください。でそのおはがきの中からよりこう黒木薫になりたいんだなっていう意気込みが伝わってきた方に2人電話をかけます。でね、クイズで競ってもらう。10問ずつ、いや30問ずつ、あ多いね、10問ずつで、10問ずつですねやってカード競ってもらって、で、20週勝ち抜いた方が、黒木
長いから、じゃあ3週とかにしようか。3週勝ち抜いた方が、なんと本物の黒木かおるさんになれるという画期的なコーナーです。出場希望の黒木かおるさんはですね、はがきに住所、氏名、電話番号とどれだけ自分が黒木かおるなのかを書いて、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光マップス深夜のバカ力から、正式タイトル、皆さんもう一回すいませんが、左手を上げていただいて、それで手のひらで後頭部を掴んでいただいて、じゃあちょうどですね、脇毛の部分を撫でながら、その方の皆様、私が、くどき、かおるでございます、2000の出場希望の仮までお待ちしております。